ゴイチポッドキャスト始まりますゴイチさん今日はどんなテーマでしょうかこんにちはごいちです今回のポッドキャストではジャガイモ袋栽培の魅力と成功のコツについて完全解説していきます題して2月から始めるジャガイモ袋栽培のコツ完全解説です youtube をご覧の方はスライドを表示してポイントを箇条書きにしていきますので参考にしてください畑栽培ではなくまたプランターを 用意すする必要ももなななく、手間もかからない袋栽培なんですよ。この2月から準備を始めて美味しいじゃがいもを収穫しましょうそれでですね今回のコツはですねいろんなあのウェブサイトとか出ている情報を鵜呑みにせず僕なりにこれまで経験してきたことをお伝えしていきたいと思います説明の目次です1種芋選び2種芋の目出しを行う3種芋のしを行う 植え付ける一週間前までに準備すること。4. いよいよ植え付け。5. 発芽を確認。6. 芽かき。7. 追肥などの手入れ。8. 収穫。9. 実績紹介。最後ですね、実績紹介の後、収穫の模様の動画も流します。それではお楽しみに。なぜ2月から準備するかというとですね、ジャガイモは夏の高温多湿状態になると腐りやすくなるのと、創病。 これですね。草加病になる可能性が出てきます。草加病というのは、ジャガイモの表面に反転ができるウイルスが引き起こす病気です。まあ、これがあってもですね、食べる分に関しては問題ないんですけども、ちょっとお肌がですね、ジャガイモのお肌が汚くなるので、早めに育てて収穫していくと良いでしょう。それでは、栽培方法を見ていきましょう。まず一つ目ですね。種芋選び。これですね、ホームセンターとか JA、 とかで種芋を売ってますでまず買う時ですねあの袋栽培の場合はそのたくさん作らないじゃないですかですのでまず1つ目1つの袋で種芋を2個使うという形で芋の数を選んでください2袋以上栽培する種芋の数を揃えるということで例えば3袋を育てたい場合は32が6ということで6個種芋が必要になります であとこれはですねいろんなホームページとかウェブサイトなどで語られていることですけどもホームセンターで買う時には「消毒済み」と書かれているものが良いですそうするとですね病気になるリスクが非常に低減されますスーパーで買ってくるような食用のじゃがいもを種芋にしてもいいんですけども2つの リスクがあります一つ目は消毒されていないので病気になる可能性があります。二つ目は目出しに時間がかかる可能性があります。で番の消毒されていないので病気になる可能性があるというのはですねこれを認識した上で使っていただければいいかなと思います。2番の目出し に時間ががかかるる可能性があとということなんですけどもできればですね、スーパー行くと見切り品コーナーってあるじゃないですか、あそこにじゃがいもが置いてあってですね、ちょっと芽が出そうだなっていうやつを、その芋をですね、買ってくるといいと思います。どっちにしろ食べないので 目出しに使いますので、あのこれから育てますから、逆にですね、古い方がいいです。もう芽がすぐ出るような感じの芋を買ってきてください。それからですね、芋の種類ですね。芋の種類はですね、以前僕の動画で、じゃがいもの種の選び方、おすすめ16選っていう動画も出してますので、これを参考にしていただければいいかなと思いますが、お好きな芋で大丈夫だと思います。で僕はですね、ポロシリ、インカの目覚め、えー、それから、 北あかり。まあ、ここら辺をですね、袋栽培しようかなと計画しています。ということで、えっ、ー、と、あなたはどういうお芋が好きでしょうかということで、この、じゃがいもの種選び方、おすすめ16選を参考にしていただけると嬉しいなと思います。2番目です。種芋の芽出しを行う。まずですね、種芋なんですけども、用意しました芋をですね、トレイなどに乗せまして、室内の暖かくて 明るいいい場所に置いてください今ここにあの画像出てますけどもこれはえっとね最近ね吉野家の牛丼に行くとですねあの弁当としてこう容器がですね非常になんか高級なね プラスチック容器があるんですね。あれを何個か取っておいて、このジャガイモのね、目出し用に使ってます、えー。そしてですね、種芋なんですけど、ホームセンター行くと、ネットに入れられて販売されてるんですね。ですが、この種芋なんですけども、このネットからですね、必ず芋を取り出してください。芋をですね、トレイとかこういう容器の中にね。まあ、できれば本当はね、新聞紙みたいな紙を置いといた方がいいんですよね。この容器に密着しないような形にして、腐らないようにします。そこからね。で 長時間ですね直射日光を当てないようにして明るい場所で目出しを行っていきますでコツなんですけどもネットに入っていると芽が出てきた後ですねその目がですねネットの中に入り込んで出ていく可能性があるというのと芋をネットから取り出す時にですね目が折れてしまう可能性がありますこれ意外とですねホームセンターで種芋買ってきて放置しちゃっ でですね、最終的にネットから取り出す時に芽が何個か取れちゃうっていうのを皆さんねご存知ないというかあのそういう情報が伝わってないのでこれね僕何回も経験してますんでぜひぜひあなたはですねこのネットから芋を出して芽出しをしてみてくださいそれで植え付けの準備をしていきますでなんで芽出しを行うんですかと芽が出てない状態で植えちゃダメなんですかと思いますけどもこれはですねまずですね発芽を促進させておきます 出しを行うことでジャガイモの芽の芽成長が促進されるんですねこれをやることによって植え付けの後にですね早く発芽してしかも根付き根っこのね、えー、出方もね良くなりますで発芽した芽は植物が成長を早める準備が整っているサインということなのでもうこの準備を整えてから植え付けるということで早く成長を促しますそしてですね 早期収穫という意味合いでも目出しが必要です。で目出しを行ってですね、じゃがいもの成長サイクルが早まります。すぐ芽が出てきますんで、これによって収穫までのこの期間ですね、期間が短縮されまして、早い時期に美味しいじゃがいもを収穫できるようになるとともにですね、先ほど申し上げた梅雨時に入らない、この手前でですね、収穫していくと。 いうような形で行っていきます。で、現在の目出し状況ということで、ここにあるように、今、これね、ポロ尻ですね。実はですね、これね、秋作やっておいたものを取っておいたら芽が出てきたんで、これね、また植え付けて育ててみたいなと思います。ポロ尻、あの、結構ね、お高いので、今回自分でこの作ったポロ尻の種でですね、植え付けていきたいなと思います。はい。 3番目です。種芋を植え付ける1週間前までに準備しておいてください。これは何かというとですね、まずホームセンターで培養土を用意しておきます。肥料がね、ある程度入った培養土を売ってますので、最近はもう培養土も値上がりしましたよね。500円から1000円ぐらいだと思いますが、培養土が入った袋をですね、買っておいてください。で、袋にですね、2個の種芋を植え付けますので、 1>, 1つの種芋から収穫できるのは4個ぐらいを目指しますそういう意味で1袋でですね8個程度の収穫を目指します小さいのは除いて大きめの収穫を8個ぐらいを目指しますそして植え付ける種芋のサイズですけどもゴルフボールぐらいの芋はですねもうそのまま植え付けますで大きな芋は目の数が均等になるように切ってください で切った種芋はあ風通しの良い日陰に置いといてください。そして切り口の水分が乾くまで3日ぐらいですね、置いておくと良いと思います。これはですね、湿ったまま土の中に植え付けてしまうと腐ってしまう可能性もありますので、切り口を乾かしておくということですね。でできればですね、灰をお持ちの方は、えー、いわゆる草木灰ですね、これをですね、切り口につけておくと良いと思います。 肺が切り口を消毒しまして腐りやすくなるというリスクを軽減します。そしてですね、あらかじめ育てる場所を決めておいてください。これはですね、袋栽培であってもどこにその袋を置くかということをあらかじめ決めておいてください。で、大体ですね、日当たりがいい場所がいいと思います。昨年はですね、このジャガイモを育てる培養土、これをね、使ってみましたけども、普通のね、培養土でもね、 大丈夫だと思います。4、いよいよ植え付け。いつ頃ですか僕の地域ではですね、お彼岸の頃です。3月20日前後ですね。ベランダ菜園とかですと暖かいので、もう少し早くてもいいかなと思います。そしてですね、袋の下の方にハサミなどを尖ったあものでですね、穴を開けていきます。片側8個ぐらいで、 裏側が8個ぐらい、合計で16個ぐらい開けておきます。なぜ穴を開けるかということですが、水抜き用の穴です。雨が降った時にですね、この水がですね、雨がですね、この穴を通じて出ていきます。穴がないとですね、土の水分が増えすぎて、芋が腐りやすくなります。地面に袋を立てておいたらですね、 袋を開けてていってくださいあの先に袋を開けてですね、あのハサミで穴を開けようとするとですね、土が <laughs>、えー、袋の外に出ていってしまいますので、この順番は間違えないでください。そして袋の上の部分を2、3回外側に折り返しますで。ここがポイントなんですけど、土をですね、一旦半分ぐらい取り出しておいてください。その理由は次述べます。で、種芋をですね、袋の下から大体ですね、10cm ぐらい上の方に 置いていてきます。この時にですね、土があるとですね、えー、手をですね、土の中にグリグリグリって入れるので、えー、非常にですねあの、効率が悪いということで先ほどの土を一旦半分ぐらい取り出すということはこのためです。そして種芋は2つ置きます。芋と芋は密着しないように離しておいてください。その後、土を袋に全て戻してください。で、コツがあります。 コツはですね、土を後から足す必要がないように、種芋を深く植え付けましょう。浅く植えてしまいますと、収穫前の芋が地面に出てきてしまってですね、太陽光を浴びたジャガイモというのは緑色に変化しまして、そこにはですね、有害物質、毒ですね、これが生成されて食中毒になってしまいますので、注意が必要です。 はい、以上コツでした。はい、こんな感じでですね、袋の周りをこう折り返した状態で、すでにこれはですね、種芋が もう土の中に入ってます最初は当然ですね芽が出てなくてこんな感じで準備が整ったという状況ですはいここでですねお知らせですこのスライドをですねプレゼントしますもしも必要な方はですねダウンロードしてください概要欄にリンクを記載しておきますで今後ですね家庭菜園のコツというのをですねこれからも提供していきますぜひ YouTube のね チャンネル登録をお願いいたします。そうするとですね、新しい動画だとか、ポッドキャストが配信されると通知がありますので、情報をね、素早くゲットすることが可能になります。よろしくお願いします。5. 発芽を確認。発芽するまではですね、水をあげなくてもいいです。培養土をね、買ってきた状態だと湿ってると思います。ただし、非常に乾いてる場合ですね、一度だけたっぷりと水をあげます。 これにより土がジャガイモを育つために必要な水分をね、しっかりと吸収しましてじゃがいものね、健康な発芽を促します。で、23週間もするとですね、芽が出てきます。意外とね、遅いなと感じるんですけど種芋をですね、土のこの袋の下の方に植えたじゃないですか。なので芽がね、土の上に出てくるまで結構時間かかるんですね。で、最初は、 ここの写真にあるようにですね、小さな目が見えるんですけど、しばらくすると急速に成長してきます。そしてですね、土が乾いたら水をあげてください。あの土が乾いてるかどうかというのはですね、手でこの土の上をね、表面を触って、少し掘ってもいいです。乾いてるなと思ったら土に、 水をあげてください。あのじょうろとかで水をあげたり、試尺を持ってるんであれば試尺で水をあげても大丈夫です。で、適切な、ね、水分量を保つことでですね、じゃがいもの成長がね、促進されまして、苗がね、健康的に育つことができます。あの水分のあげすぎはだめです。で、この先ほど袋に穴を開けたじゃないですか。で、穴からですね、水が出てくるんで、まあ、多少あげすぎても大丈夫です。ともかく毎日観察しながら、 水をあげていいくとううような感じでで大丈夫です。6芽かきなぜ芽かきをするのですかというのですがじゃがいもから出た芽をですねたくさん育ててしまうとじゃがいもが育っている時の栄養がですねそのじゃがいもの芋の方に成長させる成分とともにですねこの葉っぱとか茎の方にも 分散してしまうと使われてしまうということでジャガイモがですね大きく育ちません小さくなっちゃいます芽かきをやることでこの生成された栄養を確実に芋に蓄えて集中させるということで大きなジャガイモを作るために行います芽かきの適期いつ芽かきをするかということですが 目がですね、だいたい10センチぐらい、高さ10センチぐらいの時に行います。あんまり大きくなってしまうとですね、この茎を抜いた時に、他の茎まで取れてきてしまったりすることもありますので、あんまり大きくなってしまってからだとよろしくないので、だいたい目のね、高さが10センチぐらいの時に行います。であと、芽かきの方法なんですけども、ちょっとこれ、畑の場合と違ってですね、芋をかなり、あのー、深く植えてしまってますので、芋まではですね、手が届かないです。ですので で、えー、土の途中ぐらいまでですね手で探ってみてそこから摘み取ってしまってます僕の場合はあるいは地上に出たところの少し、えー、2 3センチ下で摘み取ってしまっても構いません今お見せしている写真ですけどもこの写真はすでに芽かきが終わってしまってまして1つの芋からですね2本の茎が地上に出てるような感じです。7追肥などの手入れつぼみが見えてきたら追肥します。 今、写真でもね、ちょっと見えてるんですが、つぼみがね、見えてきます。で、肥料は、袋栽培の場合は、化成肥料、または有機肥料であれば、油っかすでいいかなと思います。それからですね、じゃがいもの肥料っていうのも、ホームセンターに売ってるんですけども、僕はあまり、あの、神経質にならずにですね、ある、肥料で追肥をしていきます。で、大体大さじ1杯ぐらいをですね、袋の周りに、まあ、置くような感じにしてください。 目安としては1週間から2週間に1回くらい行います。そしてですね、花が咲いてそれを摘み取った方がジャガイモが大きくなるとかというですね、説もあるんですけども、私の場合はあ花は摘まないで放置してます。ジャガイモの花もね、 結構綺麗なので、花見もね、できるようになると思います。それから雨が多いようだと、袋をね、閉じます。梅雨時ですね、収穫時にですね、雨が多くなると思うんですけども、その時には閉じちゃいます。で、今、このようにですね、盛んに茂っている時は、特に袋を閉じる必要はないと思います。で、なんで袋を閉じるかというとですね、収穫時期に雨が多いと、草加病になりやすいというのを最初の方で説明しましたが、それを防止するためです。で、次のスライドをお見せしますね。 はいこれですね、ででこれですね去年僕があのやったんですけど、これ、YouTube 用で、ですねまあ、このようにですね紙に YouTube、花を摘む YouTube、花を摘まないっていうふうに書いて、クリアーシートの中に挟んでてです、ね、でこう分かりやすくですね実験してましたけど、左側は花を摘んで育てました、右側は花を摘まずに育てました。でここに 今、つぼみがありますけど、これは取ってないです。で、結果的にですね、花を摘んでも摘まなくても、じゃがいもの大きさは変わらなかったかなという感じでした。8、収穫。葉っぱがですね、黄色くなり始めたら収穫のサインとなります。できれば、梅雨前に収穫しておきたいですね。長雨が続くと、収穫するタイミングが遅れて、芋が 腐ってしままう可能性もありますそしてですね、この土を全部出しますので、ビニールシートだとか、トロ箱というのがあるんですけど、どのぐらいでしょう、1.5メートル ×1 メートルぐらいでしょうか、そういう箱があるんですが、あのセメントとかをよく左官屋さんがトロ箱の中で溶いたりしてるの見たことないですか、ああいう箱ですね、あの箱を私1個持ってましてですね、あの箱すごい便利で、トロ箱なんかの上で作業すると、土がその周りに飛び散らずにですね、便利です。で そしてですね小さな未熟な芋はね捨てちゃってください大きな芋だけを食べてくださいその大きな芋何個収穫できるか楽しみですね一袋で4個から8個くらい収穫できれば合格かなと思います成功だと思います9実績紹介去年ですね袋栽培で、 育てたじゃがいもこれを収穫した時の模様を動画で最後にお見せいたします培養土袋2袋で種芋はポロシリ4つポロシリは2個1袋になってるものを買いまして2袋買って4つ買いましたそれで育てて合計食べることができるサイズとしては21個収穫しましたそれでは動画お見せしますどうぞそれではねこちらの土をこのトロ箱の中に入れていきます 一 1>, 1袋からこれだけ取れました大体10個ぐらいですね12345678910大きいの10個ですねあとこれちっちゃいからこれは食べないですこれで2袋分ですね早速ですねポテトフライにして食べたいと思います これで2月から始めるジャガイモ袋栽培のコツの解説を終わります。あなたのジャガイモ育成の成功をお祈りいたします。ご視聴ご清聴いただき誠にありがとうございました。次回の動画、ポッドキャストでまたお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。